どうも皆さんこんにちは、もんじです。まずは初めにご報告。先日ドイツでのセミプロ選手としての初めてのシーズンを終えましたが、結果はなんとリーグで優勝することができました。この動画ではですね、このシーズンの振り返りと来シーズンからどうするのかについてお話ししていきます。まずはじめに、投稿頻度がかなり遅くて、皆さんお待たせしてしまっていて、本当に申し訳ございません。去年の7月中旬に日本を出発してから、今までカメラを回しまくって撮影し続けてきた Vlog シリーズですが、未だにね、チームに合流できている動画を投稿できています。ホッケーの練習、トレーニング、語学学校、忙しい合間を縫って、日々練習し続けてきたのですが、これが僕にできる最大限の投稿頻度でした。今後は、とりあえずオフシーズンに入って、時間に余裕ができて、投稿頻度も上がるかと思います。とりあえずはですね、このドイツでの生活の Vlog シリーズを投稿しきるということを決めております。それ以降もですね、出そうとしているシリーズがありますので、そちら気長にお待ちいただけたらなと思います。さて、肝心のホッケーについて振り返っていきたいと思います。まずですね、この僕が所属しているリーグについて、あまり詳しくお話をしていなかったと思うので、そちらについてお話しします。もう少し長くなるので、興味がないよという方は、次のチャプターまでスキップしてください。まず僕はですね、ドイツ4部リーグと1つのリーグとして言っていましたが、実はですね、この中で5つのリーグに分かれておりまして、ドイツの南東のバイエルン州で行われているバイエルンリーガ、そしてそれ以外のリーグはですね、レギオナルリーガ、ノルト、レギオナルリーガ、オスト、レギオナルリーガ、ベスト、そして僕の所属しているリーグが、レギオナルリーガ、ズードベスト、集まってるか分かんないんですけど、という感じで、ドイツ4部リーグの中でも5つのリーグに分かれていて、で、それぞれチーム数はですね、16、9、9、7、5という、で、それぞれのリーグ内のみでリーグ戦が行われます。そのリーグを超えての試合というのは、プレシーズンマッチ以外で行われませんでした。そして上のドイツ3部、下のドイツ5部との昇格戦だったり、降格戦というのは、一応システムとしてはあるみたいなんですけども、ドイツ3部から上はですね、かなりプロフェッショナルなリーグとなっておりまして、リーグも運営面であったり、財政面でかなり明確な基準を設けていて、そこを超えるというのはかなり難しいらしいんですよね。なので、ドイツ3部で優勝したチームが必ず上に行くとか、そういった仕組みはないみたいです。逆にですね、ドイツ4部の中で上のリーグにチャレンジしたいというチームがあれば立候補して、で、基準をクリアすれば上がることができるみたいな仕組みだそうです。逆にドイツ3部から上のリーグでずっとプレーしていたけど、財政面でその基準をクリアできなかったりだとか、大きな支出に耐えられなくなって、ドイツ3部より上からドイツ4部や5部、6部へと落ちるみたいなこともあるみたいです。このシーズンに入る前もこのリーグをですね、いろんなチームが行き来していて、これは毎年行われることみたいですね。特に僕のいたこのレギオナルリーガズードウエストっていうのは、去年は7チーム、その前は10チームあったんですが、チームが少なくなっていって、今年は5チームでリーグ戦を行いました。ちょっと寂しいですよね。僕らのリーグは5チームの中でお互いに5試合ずつやって、1チームが合計20試合行うという感じでした。僕らはですね、レギュラーシーズン第3位で、で、2位のチームとプレーオフの準決勝を戦って、そしてそこで、なんとですね、3戦3勝して、そして決勝戦に進んだわけなんですが、逆サイドはですね、レギュラーシーズン第1位のチームが決勝に駒を進めてきて、そして僕らはその決勝戦でですね、3勝1敗、第4試合目で、このホームで優勝することができました。ほんとね、ドイツの4部っていうと、かなりまあ、日の目を浴びていないマイナーリーグのような感じがします。チームにもよるんですが、本当に盛り上がりはすごかったですね。この僕のホームタウンのハイルブロもそうですし、同じリーグ内の人口1万人に満たないくらいの小さな町を拠点としたチームと試合するときはですね、そこに行ってアウェー戦するんですが、でかいリンクだけがいいと思ってたんですが、全くそんなことなかったですね。小さいリンクでもお客さんたくさん入れて、うるさくして、もうそういうのもね、結構体験価値としてすごい面白くて、小さなリンクでも全然ハンディキャップなんてないんだな、すごい新たな発見がありましたね。僕らのチーム、このリンクはですね、大体3000人から4000人くらいはマックスで入るみたいで、で、僕らのレギュラーシーズンの試合は数百人、ただ最後の方に行くにつれてどんどん1000人、1000人超えてみたいな感じになってきて、プレイオフではなんと2000人近くのファンの方々が応援に来てくださいました。そしてドイツというか、まあヨーロッパ全体的にそうだと思うんですけど、地元のスポーツチームを応援するという文化はですね、かなり根付いているみたいで、特にね、ファンの熱さ、熱狂的なファンの応援の圧はほんとすごかったですね。アウェー戦でもね、そのアウェーのチームの応援の圧ってすごいんですけど、それに負けじと僕らのチームのファンの方々が車で何時間かかけてそのアウェーの地に乗り込んで応援してくださったり、そんな中でプレーできたのは本当に最高の経験でした。特に忘れがたいのがこの2つ。1つはですね、多分 YouTube のこのショート動画で上がっていると思うんですけど、プレーオフ決勝の第2戦、このホームのアリーナでですね、点を決めることができた時、
この時はですね、パックがゴールに吸い込まれていく瞬間、そして振り返ってチームメイトが駆け寄ってくる瞬間、そして観客席に目をやった時にお客さんがみんなこう立ち上がってこうガッツポーズしてくれているこの瞬間、本当に目に焼き付いていますね。そしてまた一つ、プレーオフ決勝戦のほぼ優勝が決まったみたいな時だったんですけど、相手はゴーリンをプレイヤーに変えたんですけども、僕らはパックを勝ち取って、で僕がパスをして、そして味方がエンティネットゴールを決めて、もうお客さんとも、まあ、同じようなことなんですけど、みんな立ち上がってこう拍手してガッツポーズして優勝だ、まあ、試合まだ終わってないですけど、ほぼ決まったようなものだったんで、その時に会場の空気が一つになったというか、この瞬間を思い出すと、もう鳥肌が止まらないですね。長い期間、日本以外の国に住んで、アイスホッケー選手としてプレーする初めての年、それがですね、こうやって優勝という形で終わることができて、本当にラッキーですね、僕は。すごい恵まれていると思います。そしてね、個人的なスタッツについてお話しする前に、このドイツという国について、僕は紹介したいなと思います。とにかくね、みんな、底知れない愛情に溢れていて、それをとにかくダイレクトに伝えるんですよね。これはね、僕のチームだけかもしれないんですが、本当に誰一人残らずみんないいやつらで、日本にいた時はですね、やっぱり組織にいるとあちこちでいざこざがあったり、まあ相性とかもありますからね、合わない人間がいたりだとか。でもね、ここはね、マジでみんな性格がいいですね。ドイツ人はですね、とにかく人に何か伝えたい時は直接伝えますね。これはね、日本人以外は結構どこの国もそうなのかもしれませんね。スポーツをプレイしていたり、企業で働いていたりするとですね、まあ、意見の食い違いというのは必ず起こるわけなんですけども、その時にね、とにかく意見をちゃんと伝える、そして相手の意見にも耳を傾ける、そして話し合いを終えたら絶対に引きずらない、絶対に相手の人格を否定しない、これはね、本当に見習うべきだなと思いました。そしてもちろんね、これって悪いことだけではなくて、何か嬉しいことがあった時だとか、相手を褒めたたえる時、相手に愛情を伝える時も、とにかくストレートです。まずね、毎日ね、ドッカールームに入った時にみんなとグータッチだったり拍手だったり、あとはね、仲いい人同士だとハグをしたりだとか、ハローマイフレンド、ハワイユーって言って、まあ、I love you と自然にね、みんな言い合うんですよね。そしていいプレイしたらですね、お前のプレイ最高だったなと。で、この僕もですね、本当に人種とか国籍とか関係なく迎え入れてくれて、素晴らしい愛情で包んでくれて、仲間としては本当に最高なやつらでしたね。そしてドイツは日本と同じく世界で経済的に成功している一つの国でもあるので、お店やスーパーマーケット、交通機関も申し分なく英語も通じる人が結構多くて、もう僕の住んでいたところはですね、かなり治安が良くて非常に住みやすかったですね。まあ、日本には負けるんですが、ドイツ料理はかなり美味しいし、ドイツの観光地多くてかなり街並みが綺麗ですし、そして悪意のあるあからさまな人種差別などは一切受けませんでした。まあ、僕はドイツ語を理解していないだけかもしれないですけどね。まあ、そんな感じでね、この一番最初のチャレンジする国をドイツ選んで、本当正解だったなと思います。さて、これからは個人的なスタッツだったり、個人のプレーについて振り返っていきたいなと思います。僕個人のですね、今シーズンのスタッツはこんな感じでした。レギュラーシーズン19試合出場で10ゴール8アシスト、合計18ポイント。そしてプレーオフ7試合出場で2ゴール7アシスト、合計9ポイントということで、合計26試合ですね、12ゴール15アシスト、27ポイント、1試合平均ポイント数、ポイントパーゲームは 1.04 という形で、ひとまず目標としていたポイントパーゲームの1超えを記録することができました。僕のプレーについて振り返るとですね、最初の方はですね、このリーグのプレースタイルに慣れていなかったり、まあ、自分の実力不足によっていい結果を出せていなかったりして、うまくコーチ陣に信頼してもらえず、最初はね、ほんと基本3セット目での起用も多くて、たまに4セット目に落ちて、片手で数えるくらいしか出場機会を得られなかったということもありました。当たり前ですけど、めちゃくちゃに悔しかったです。自分はね、このリーグのルールで決められている2名までチームに在籍できる外国人枠の選手としてここに来たわけなんです。これは何を意味するのかというと、まあ何度か過去の動画でも話しましたけども、チームはその枠を大切に使ってチームを勝利に導くことのできる選手と契約するわけです。ということで、誰しもがですね、そのチームのメンバーのロスターを見た時に必ず外国人枠の選手を確認するんですね。で、そんなね、自分がね、試合に出る時間が少なかったりして、もう本当ね、恥ずかしいことですよね。加えてね、僕は一番最初にこのリンクに来て練習に参加した時から正直自信がありました。圧倒的と言わずとも、自分はチームの中心的存在の一人になれると、そう自認していました。チームメイトにも、お前はめっちゃいい選手だと、お前は1セット目2セット目で活躍できる素質があると、そう直接声をかけてくれたこともあります。しかしね、蓋を開けてみると全然ダメで、最初の3試合で1アシストのみ、その後の5試合で4ゴール決めることはできたんですが、なかなかセットは上がらず、まあそりゃそうなんですよね。その期間に上の選手たちは同じような活躍をしているんです。圧倒的な活躍でない限り、それはゼロに等しいようなもんです。
です。そしてね、スポーツの世界っていうのは当たり前のように残酷なもので、上のセットに行けば行くほど出場機会も多く得られますし、まあ、その分いろんなことを経験して成長できます。そしてもちろん上のセットに行けば上手い選手たちになるので、プレーもしやすくなって結果も出しやすくなります。逆に言えば下のセットに行けば行くほど出場機会得られず、その数少ないチャンスをものにしなければいけない。上のセットに行けば行くほど有利だし、下のセットに行けば行くほど不利になります。この状況を打破するためにはですね、ちょっと活躍するだけでは満足しちゃいけないんですよ。圧倒的な実力を証明しなければいけません。練習でも僕はこの調子でいけば必ず今週末の試合で活躍できると自信を持てることも何度もありました。最初の方はですね、その試合を受けて自信なんて消し負った方がいいのかななんて思うこともありました。まあ、何度も言いますけど、僕はかなり自信があったので、もうその分家の壁をぶん殴りたくなるくらい、体中が痒くなるくらい、本当に人生で一番悔しかったですね。でもね、どれだけ悔しくても絶対に腐らないんだと、家族含めていろんな人に迷惑をかけてまで日本を離れて大好きなアイスホッケーと向き合う生活を選んだのだから、 SNS で遠くから見守ってくれている人もいるんだと、日の丸を背負って海外挑戦しているアイスホッケー選手、そして全てのスポーツ選手、この同じ孤独を戦っているんだと、そういうことを思い出していたらですね、練習しないなんて選択肢は一切なかったです。少しでも残る不安要素を全て消すんだと、とにかく練習しました。チーム内で圧倒的に練習しました。これはね、自慢とかではなく、まあ、結果を出したやつが一番偉くて、一番練習したやつが一番偉いんじゃないですかね。ですけども、とにかく一番練習しました。練習後に自由に練習できるフリーアイスがあるときは、絶対に練習しました。仲間が帰っていても、一人に見届けながら練習したこともありました。このハイルブロンにあるドイツ3部のチームの練習にも、週4、5回乗らせてもらっていました。チームからのグローブの試技は一組だけだったので、後半の何ヶ月かは穴が開いたグローブでプレーしていました。それくらい圧倒的に練習しました。この試合の時、このプレーがダメだったから、ここはこうやって練習してみよう。自分で練習メニューを組んで練習していました。まあ、このね、お決まりの感動ストーリーの話し方からすると、まあ、それでこいつは上手くなって活躍したのねと思いになられるかもしれないんですが、正直ね、自分でこの半年前と今を振り返ってみて、自分はアイスホッケー上手くなったなと自信持って言えません、正直。本当ね、自分のプレーを全て振り返って、それを元に練習して、何百回、何千回とその試行錯誤を重ねるんですけども、ある点は上手くなったり、ある点は全く上手くならなかったり、ある点が上手くなってもまた別の問題がね、また降りかかってきたりだとか、自分のどこが悪いんだろう、練習方法こうやって変えようかな、これにトライしてみようかな、あれにトライしてみようかな、トライしてみよう、あれでもこれなんか合わないかな、でもこれは間違いなく自分の時にはこうだよな、もう本当にね、最初から最後までこの繰り返しでした。上手くなってるかどうかわからない。でもそうやって頑張ってたらね、シーズン途中から自分に大きなチャンスが舞い込んできて、そしてそのチャンスをものにすることができて、コーチ陣の信頼を勝ち取れて、まあ、プレーオフを含む最後の10試合くらいはですね、ずっと1セット目、2セット目でプレーしていました。そしてプレーオフでの優勝に貢献することができたんですよね。優勝後にですね、その LINE メイトと、お前は最高のバディだよって言ってもらって、チームメイト、そしてファンの人たちに会うたびに、お前は来シーズンもここに戻ってくるだろうと、お前のプレーを見れなくなったら悲しいぞと言ってもらうことになりました。正直ね、結構自信があったとはいえ、もう一人の外国人枠の選手、カナダ人 で、そいつがめちゃくちゃ活躍してたんですよね。チームで一番ポイントも取って、来季は僕くらいの選手ではなくて、もっとこいつみたいな素晴らしい選手を獲得したいとチームを思っているだろうなと思っていたら、アイスホッケー選手として一番嬉しい言葉をですね、僕にかけてくれて、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ、自信がある限り結果が出るまでやり続けるっていうのはすごい重要だなと。まあ、僕が2022-23 シーズン働いていた、まあ、横浜のアイスホッケーチーム横浜グリッツ、そのグリッツという言葉の由来、英語のグリッド、やり抜く力ということはですね、やっぱり正しいんだなと。天然とかじゃないですよ、本当ね、好きなんですよね。結果を得るまでやり続けることができる人間が一番強い。何かを続けることができるというのは、まず環境的にすごい恵まれていることではあるんですけども、まあ、その環境をもってしてもね、やり続けない人間もたくさんいますし、結果を出すまで正しいと信じてやり続けるかどうか、やっぱり自分次第なところになるので、やり抜く力という言葉はですね、非常に僕の心にも強く刻まれています。僕はね、このシーズンだけではなくて、人生ずっと自信満々で夢を見がちな人間なんですけども、まあ、過去を振り返るとその自信に傷がつくことが圧倒的に多かったように思うんですけども、このリーグ優勝も含めてその自信をより強固なものにして、その次のステップへ繋がっていくんですよね。ほんとね、このキキドド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 ドアイ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 、この一連の全ての経験が僕の人生の大切な宝物になりました。僕なんてね、世代別の日本代表にも一回も選ばれたことはないですし、僕と同じ世代でより上手い選手いくらでもいるんですけども、自分に見合った環境に身を置いて、自分自身でゴールを設定して、ここに向かって試行錯誤をすることができるというのですね、この経験をできるという環境にいるだけで本当に恵まれすぎて、
そう思います。アイスホッケーが大好きな皆さんにですね、海外挑戦強くお勧めしたいところなんですが、まあもちろんね、いろんな事情があると思うし、そこには大きな壁があると思います。言語の壁、文化の違い、そして経済的な問題。この僕のチャレンジが再現性の高いことなのかというと、正直そう言い切れないところもあります。でもね、もしそこに実現できる可能性が少しでもあるのであれば、僕はこの挑戦を強くお勧めしたいです。僕は全力でその背中を押しますし、ちょっと無責任に聞こえるかもしれないんですが、ちゃんと準備してたらなんとかなります。もしね、同じようなチャレンジをしたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ僕にご連絡ください。僕は全力でサポートします。僕はですね、この恵まれた経験を必ず日本アイスホッケーのために、そして日本の社会のために夢を掲げて、その夢に向かって正しい努力を積み重ねていく、そんな決意が一層固まるシーズンでした。改めてこの僕の挑戦を支えてくれた家族、友人、この動画を見ている、応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございました。さて、僕が来シーズンからどうするのかということにお話ししていくんですけども、結論から言うと、まだ決まっていません。当初からですね、このオフシーズンの4月から5月あたりには、日本に帰って、オフシーズンの日本で過ごして、僕がもともと所属していた東京都社会人リーグのチームに所属して、まあ、そこからまた次のチームへ進む、といった感じを予定しております。正直に申し上げると、この同じハイルブロンでプレーすることは、まあないかなと考えております。というのもですね、先ほども言った通り、この1年はマジで最高だったんですけども、毎日アイスホッケーの練習をして、筋トレをして、高いレベルでの練習も経験できて、自身のアイスホッケーと向き合うという点では本当これ以上ない1年でしたし、アイスホッケー以外の観点でも非常に素晴らしい経験をできましたが、もし同じような1年を送るとなると、アイスホッケー以外での経験が同じような経験ばかりになってしまうな。アイスホッケー以外の点で自分の世界を広げたいという思いもあります。なので、この同じチームでプレーすることは考えづらいかなと。チームメイトにもファンにも、お前来シーズン戻ってこいよと言ってもらっているので、本当に胸が苦しいですね。加えて一つ言えるのは、今シーズンのようにアイスホッケー環境のいい海外に身を置いて、自分自身のアイスホッケーと向き合う生活を送るというのは、あと1年もしくは今年で終わりになるかもしれません。アイスホッケー選手のキャリアを始めますと言ってこの YouTube を始めたので、長年そのキャリアを歩むのかなと想像している方もいらっしゃったと思うのですが、まあいろんな事情がありますね。この生活がですね、本当に自分の身に合っているなと思いますし、この日がいつまでも続いて、まあ、40歳50歳とかまでこの自身のアイスホッケーを極めていけたら最高の人生だなと思うこともあるんですが、まあ、もしそうしたとして、そのキャリアが終わった時に残るものって何なんだろうなと考えている時に、やはり僕は日本のアイスホッケーのために貢献するというのが人生の目標であって、今はこうやって一人で SNS を始めていますけど、やはり一人で何かを行うよりは誰かと何かを行った方が何倍も大きなパワーを生み出せると思いますし、まあ、そのためには一人での活動以外にも誰かを巻き込んで仕事をしたり、企業に属して働いてみるだとか、そういう経験が必要になると思うんですよね。まあ、そうやって考えた時に、であれば自身のためにという側面が強いアイスホッケー生活も区切りのいい、自分が納得できるところで切り替えて次のステップに進もうと、まあ、そのように考えて次進む道をじっくり決めたいなと思います。とりあえずはですね、このシーズン日本に帰って、まあ、どこかしらのリンクにはいると思うので、ぜひ見かけた際にはお声掛けいただけると嬉しいです。そんな感じで今日は今シーズンの振り返りと僕の来シーズンについてお話ししていきました。ぜひですね、応援してくださる方はチャンネル登録、高評価、コメントのほどよろしくお願いします。なんと、この視聴者さんの 70% 以上の方がまだチャンネル登録していないらしいんですよね。そこのあなた、登録お願いします。X、Instagram ではかなり高頻度で更新を行っておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。また次の動画からは通常通り Vlog 動画をお送りいたします。そちらの動画でお会いしましょう。じゃあね。